stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened?さて、それでは今回はこの一つ前の動画でかなり僕は好き勝手話をしまして、まあこれは登録解除されたりとかいろいろあるかなと思いながら、もうバーサス勢としては当たり前のことなんですけどね、当たり前のことがちょっと耐えれないということでですね、まあ SS レアが弱いというような話を前回させてもらったんですけども、ありがたいことに登録は解除されるどころかしてくださる方が登場したり、低評価が過去、最低、低評価ってたくさんつくんですけど、うち、まあ、ありがたいことにたくさんの方が見てくださったということで、今回はその決してその悪ノリとかのつもりではなくて、全く逆でバランスを取る意味で、実際ソウル地ってどうなんやろうっていうところですね。 SS の選手の強い弱いっていうのが今回に始まったことなのか過去からあったことなのかというのを順番に見てみたいなと。でこれ12球団分けようかなと思います。かなり長いので、で阪神タイガースで今回は見てみたいなと思っています。今から5年前ですね。この、まあ、今年5周年でしたけども、5年前プロ野球バーサスがどうだったのかというところで、SS がなかったんですね。すごい、僕はこの時はいなかったです。例えば S の選手と A の選手を出してます。誰で見ようかな。能見。当時の能見選手、A でこんな感じですね。能力値。これってもしかしてってもすでにね、思ってきてはいるんですけど、まあ、当時一番強いとされて、これが S かな。で、こういった能力。そして、誰になるのかな？画像的にはこのあたりですか？これがもしかしたら当時の MVP っていう風になっているので、限定 S かな？という状態。秋山ですね、5年前。この時もコントロール良かったんですね。で、野手で言うと中谷。すごい、めっちゃ守れる、いろんなところ。で、福留孝介。福留の MVP でこの能力ですか？これは、すごいな。そうなんや。ちなみにこの当時、あ、違うね。この当時の OB とかはどうなってたんかな？誰が一番、投手で言うとダルビッシュで、あ、ダルビッシュはやっぱ強いですね。まあ、強いと言っても、でもさっきの阪神の選手の能力からしたら十分強いかな。前剣とか、マー君。いかに今でも頂上決戦というか、超人たちの集まりになりつつあるかですね。はあ、まあ、ソウル値と、それから能力とか引き上げられていってるような感じかな。で、2007年シーズン2、まあ、後半ですね。空いてた。サイドスローで150キロぐらい投げる人、スラーブチェンジアップシュートで155キロですね。で、藤川球児、これは限定ですね。グローリーイヤーズが155キロ、玉持ち B。この時の玉持ち B の155キロは多分、すごい、地獄絵図やったんちゃうかな。全くカーソル動かへんとかありえたと思う。かなりね、かなりって言ったらあかんかな。多少かわずかか、Android 端末と iPhone の端末とで、ちょっと操作が違うんじゃないかみたいな。やっぱり上位の人は iPhone を使ってある率が高い、iPad とかですかね。Android 系は少し反応が鈍いとかっていうことをどっかで見たんですけど、多分ね、アンドロイド勢、しかもこの時のアンドロイドってやっぱり弱いんで、5年前、余計にね、動かんかったんちゃうかな、カーソル。昔ね、昔っていうか、動かなかったっすよ。僕が始めた4年前ぐらいでも動かなかったかなと思うんですが、まあ、この時、ソウル値としては、まあ、1150とかで参考にはならないんですけど、能力的には、まあ、S のカードでもこういう感じですね。藤川球児、D、E。まあ、僕が思ってた、僕が子供の時見てた藤川はこんな感じでしたけどね。球は速いけど、後の能力はちょっとみたいな。まあ、スタミナはでも良かったかな。先発のイメージでしたけどね。結構遡ってもいますからね、藤川球児は。どのゲームでも。
高卒とかやったのかな、ずっといますよ本当に。どのゲーム遡っても。ちょっと雑談になるな、関係ない話。まあ今回関係ない話多いんですけど、ちょっと追いかけてみたいなということで振り返っていきましょう。ちょっとまあ阪神参考にはこの辺りがでもレアカードになるのかな。ファーストアニバーサリー、ああ強いな。高打力あって、長打力、走力、肩と、で守備位置も2箇所いいですね。で5年前でこの顔やったんや。結構糸いって老けてたんやな。話変わってきました。いやでも限定先見たくなるな、マイナビオールスター。この辺りは僕もしかしたらちょっと見てたかもしれないな。でノーマルで行くと、ノーマル糸井は、あ、ノーマル糸井は出てなかったのか。ただここで SS 登場してますね。2年、丸1周年かな、1周年で SS が実装されてると。で、S の選手としては、まあ、大山、まあ、今よりもあれですけど、やっぱ S で弱いですよね。この時、弱いな。誰がいるやろ、 S で強い選手となったら、まあ、梅野の SS が出てますね。あー、でもこんな感じなんですね。この時の梅野の成績は2割。ホームラン2本、まあ、妥当か。とはやっぱりその SS レアの珍しさっていうのは、もう当時も今も変わらないとは思うので、SS レアでも弱いんだよっていうのは、やっぱこの時もあったんですね。限定選手は強いよ。で、ノーマル選手は SS でも弱いよっていう感じですか。桑原。ムービングファースト。こんな時からあったんや。こんな時っていうのも変ですけど、僕は知らない時代ですね。2019年、あ、シーズン2かな、これは。2018年シーズン2。これは12決がもう始まってたんや、この時から。ストレート B155kg。なんか脳みに関してはこういう能力がすごく多くて、今回の、グロリーイヤーズかな、復刻版の脳みは良かったですね。シュートフォークがあったりとか、魅力があったなぁと思います。さあ、そしてこれ藤波、ノーマル SS 藤波 158kg は再現されてて、まあ、制球とか、スタミナとかは低いと。藤波がスタミナ低いってことはないとは思うんですけどね。スタミナが尽きて降板してたわけではないですからね。ただ、降板してただけなので。で、藤川球児ノーマル。まあ、これはストレート A は再現されてて、球持ちが C かな。で、これが限定の藤川になると、球持ちが B になったり、制球が B に上がったりとかですね。カーブ4。でも変化球これだけで抑えれたんや。まあ、やっぱり、この時の155球持ち B、ストレート S は、それだけで変化球どころの話じゃなかったと思います。本当に、修正、2回ぐらい修正入ってるんちゃうかな。もう本当に手出せなかったんで、そのセンスとか読みとかじゃなくて、カーソルが動かんっていう。途中1回僕端末買い替えましたからね。ああ、上本いいな。この辺りも復刻してほしいですね。で、ちょっと前の動画でも話してたんですけど、なんか、プロスピの方は、こっからもう一段階、その当時のやつを、に最新の SS をかけると、ソウル値が上がって、ただ、今の最新ほどは上がってこないけども、当時のものも、まあ、同等、ノーマルぐらいには使えるっていう制度が、システムがあるらしくて、もうぜひぜひね、この、バーサスも、子さんの人たちをもう少し優遇してほしい。もう当たり前のことをずっと言ってますけど、ノーマル SS は強くしてほしいし、で、子さんの人たちが、今のところ何も得がないんで、まあまあ、自球団成立させやすいっていうのはいろんな選手持ってるからあるんですけど、ただやっぱり、今だとね、同じ選手ばっかりが選ばれてしまうから、できたらその昔の選手を、引っ張り出してこれるぐらいソウル値をね、上げれたらなと思います。あくまでも願いですが。西が、まあ、すごいなぁ。ずーっと西なんですね。西、能見。これもね、やっぱこういう能力でした。やっぱ、限定になると強いですね。で、これが、西のノーマル。あ、でもノーマルでも強いわ。S でこんな強いんや。
SS は、あ、ここにある。SS で十分ですね。もうだから今と同じような状態、SS でも強いのがいるとかっていう状況はもう、3年前かなには確立されてたんですね。あ、ここからや、俺3年前からやったんかな。あれ ?4 年やってるつもりでいるけど、この辺の選手は持ってるな、今も。2019年。18後半ぐらいから登場したのかな、私が。だから多分初期の配信者の人たちっていうのはもしかしたらあまり残ってはれんかもしれないですね。で、ガルシアですね。これの S は僕今も使ってます、普通に。ね、育ててますよね。これ、ガルシア、例えば S を SS に、その何年か前のものならできるとかやってほしいですね。こう、アビリティがね、2019は対象外ですとかっていうふうに個別にこういう設定ができるのであれば、このドリス、これ、持ってます。ドリスね。ドリスは SS なかったってこと？僕が持ってないから消えてるのかな？ひょっとしたら、持ってたら、カードが開くとかそういうことなんでしょうか。ここにだってね、ありそうですよね、この流れだと。か、ドリス ASS までなのかな。で、ノーマルで言うとノーマル梅野かな。あー、でも SS でもそれなりに強い選手として評価を受けてますね。ここですよ。当時僕がすっげ叩かれた。まあなんかあんなん言うた人はうち残ってないし、まあそもそもチャンネル登録もされてないと思うんですけどね。これ出て、いやなんでやねんみたいなの言ったらコメント欄に言いすぎやって書かれたんですよね。懐かしいな、もう古い話ですけどね。まあでもやっぱり SS で、この時からだからまあ変わらず SS にも、まあ、なんていうんですか、評価は残ったら好きですよ。でも、まあ外れ的な能力評価。ヨーカワで盗塁 B もようわからないですしね、長打力があるのはもちろんイメージありますけど、この能力だったんですよね。ファーストとかサード、ファーストサード、あ、上田海はこの時にも出てるんや。もう、あ、いいですね。評価的にも面白い能力見かけることないですけど、まあやっぱりまあまあ言うても仕方ないというか、バーサスがもともとこういうシステムやったというところではあるんでしょうね。夏尾ももう3年前にはあったんですね。夏尾とはでも明記されてないんかな。まあ夏尾でいいと思うけどな。で、2019年シーズン2。このあたりからは僕はもう全然古くは感じないですけども。アドリスが A まではあるな。A あるけど、この下がもしかしたら SSS やったのかな。なんか懐かしむだけになってきてますけども、糸井の SS。あ、強いですね、糸井 SS。まあでもやっぱりこういうところね、糸井の長打力が D ということはないし、精度反応補給。もしもこの能力の外野手がいたとしたら帰ってこないですもんね、ボールがね。やっぱりもうちょっとこの辺りって思うんですが、まあ昔からその、ああ、もうマルテってこの時からいたんや。マルテは強かったか弱かったかっていう話を前になんかしたことがあったな。まあでも今のところ安定した成績は一度も出せてないかな。期待ですよね、今年。今日上がってきたんですよね。ちょっと、引っ込んでたか、途中で安打2本打って離れたんで、打ったからもういいということなのか、足痛めてるのか。さあ、2020年、このあたり、まあまあもうでも3年前にほぼほぼシステムは確立されて、こう感じですね。ノーマルで、まだこれはいい方かな、島本、150キロの制球 B ですからね。フォークがあって、シュート、スライダー、カーブ、当たりの部類かな。ただこの時の、そう、スタミナ F は結構厳しい評価かなとは思うんですけど、こことかね、木浪とかはまあレギュラー取れてないですから、評価的にもまあ見えない評価が多いのかなと思うんですけど、この能力ですもんね。今回僕がなんで SS でこれやねんって言うてましたけど、まあ木浪もやっぱ同じような評価を当時受けてたと。なるほど。糸原とかも、なかなか、
スタメン安定とは言えないですもんね。試合には出てるけど、誰かとまあ併用されてたりとか、途中で引っ込んだり途中で出てきたりとかもあるから、近本限定とかは、開幕スペシャルね。ちょっと開幕スペシャルって弱めの印象ですけど、それにしてもこれはすごいな。上田海とあんまり変わらないですね。ちょっと高打力があるという糸井。やっぱ渋いな。もうちょっと評価高くてもいい気がするな。これ渋いな。これを取るために、まあ、課金はしないですよね。この能力だとね。例えば、グロリアーズ。渋いな。矢野さん。まあこれぐらい、まあこれが、ノーマルでもこれぐらいまで行ってくれていいかなっていう気はするんですけど、そうか、厳しい。青柳、超バーサス祭ですね。超バーサス祭でこんな感じか。変化球はほぼないに等しい。148とか、まあ150キロいかないピッチャーにとっては、球持ちとか変化球っていうのは、本当に生命線ですよね。150超えへんやったら変化球足してもらうか、玉持ちつけてもらわないと。で、これが藤川球児。藤川球児か。最近出てきてないかな。またそろそろあるんかな。いやー。まあでも、ね。打てる人は打てるからね。当たり前のことですけど。打てない人は打てないし、打てる人は打てるから。これかな、最強藤波は。これですね。こんなに変化球が増え出したのは、じゃあこの4年前ぐらいからか。162キロでカットスラッター、フォークを投げる、これ中継ぎじゃないのかな、中継ぎですね。上、藤波慎太郎リって書いてますね。リリーフの。中継ぎスタミナ B ですよ。こう、カードもかっこいいですよね。このゲームってカードかっこいいんですよね。このあたりはやっぱり、なんか、もっと取り上げてほしいというか、アップルストアじゃないわ、プレイストアかなとかで、このゲームについてスクショが上がってるとこあるじゃないですか。あそこも同じものじゃなくて、ぜひぜひこういうカードとか最新のを常に上げてほしいですね。こう見た人が、あ、藤波のグロリアーズ出てんねや、みたいな、昔のやつ出てるやんとかでもいいし、最新の、今だと誰がいるのかな、ケラーとか、のが上がってたりしたら、やっぱり野球好きは、ケラー使えんやったら一回やってみようかなってなると思うんで、こういうカードをね、ぜひぜひもうこう前面に出してほしいなって。なんか要望ばっかりで偉そうですけど、なんとなく本当にこう、あれですよ。思ってるだけですよ。スクショしとこう。これはかっこいい。でも岩貞とかこのあたりやっぱり厳しいですね。岩貞も長いですね。やっぱりこうピックアップされてる選手が多いや。2020年からババも選ばれてたんや。最新やと勝手に思ってましたけど、ずっとまあ同じメンバーですね。で、ここか。ここでやっぱり夢のような選手が登場したんですね。161キロはすごかったな。スクショしとこう。スアレス2枚出てる。 MVP にも選ばれたと。これはどっちが強かったんかな。あんまり、あ、 MVP とこちらタイトルホルダーか。こっちの方が強いですね。選ばれて梅ちゃん、マルテも多分ね、評価まあまあちょっと安定してきましたけど、それでも評価は低いですね。サンズ多分これ全く評価逆転してますね。この後ね。この翌年かなんかは、長打力じゃなくて、高打力が上がって、長打力が下がってたんちゃうかな。サンズ、ああ、そう、ありましたね。こんな時期。サンズばっかり選ばれて、僕多分これ考察動画載せたな。なんでこんなサンズばっかりやねん、言うた気がするな。もうちょっと阪神違う選手選んでほしかった、みたいなことは言ってた。2021年ですね。チェン・ウェイン。岩沢だ。チェンのでも阪神版っていうのはちょっと珍しいかな。ここも、
全盛期の藤波出てきましたね。このあたり欲しかったな。でもソウル値2100とか、まあまあでも今やっぱちょっときついかな。持久弾で乗せに乗せまくったらありえるんかな。今僕これ使ってますね、普通に2180青柳。全然うちの主力です、持久弾ではね。あ、これか。163キロ、どんどんなんかスアレスがビシビシに仕上がっていた時の。いや、欲しかったなー、この辺。まだ僕見てください、この A のスアレス、まだ置いてます。置いてるから、ここほら光ってるでしょ。ちょっと切れた、これ。すごいな、まあ、この辺になってきたら使ってますね、今もね。去年やからね。で、佐藤くんが登場したと。やっぱちょっと逆に言うと、この全般的に評価は上がり始めてんのかな、一部ではね。当初なんか特にまあオリジナル級が増え出してるから、22、もうこの辺は僕順番に抑えてます。これが欲しかった、久保田がね。これは追いかけましたね。取れなかった。追いかけて取れたやつ一つもないです。大山ぐらいかな。限定大山は、あ、これですね。奇跡取れましたけど、今も主力どころかうちの一番強いカードですね。マルテ、中野くん、近本、これもね、これは良かった。今本当にこの時の選手でできてるという感じですね。これも今、うちの一番勝ってるピッチャー、ガンケル。だんだん話が変わってきましたけど、まあやっぱり、ノーマル SS でも弱いカードはずっと常につきまとってるところはあるのかなと思います。まあ、まあ、代表的なんで言えばこのあたりをね、12決最強決定戦でもらえる、タダでもらえるやつは本当に弱いですよね。で、このあたりから限定、まあ見やすさ、このあたり強いですもんね。ソウル値2310。に対して、ノーマルの佐藤くんかな。まあ、キープ、ある程度キープできてますけど、それでもまあ全然、見比べると、こっちの方が、高打力も高いですしね、守備範囲も広くなってるんで、で、これが今年、2020年のシーズン1ですね、今年に入ってくると。あ、これ見たことないカードやな、これ。これは、僕の知ってる能見は、スライダーとフォークしか投げないんですけどね。これは、これ、S なんですけど、僕持ってんの。めっちゃ買ってると思う、うち。このカードで。これがまあ、そうですね。勝ち数で言えばエース級ですね、うちで言う。西の SS、これ。ああ、SS でもちょっとやっぱ評価低いか。まあもうちょっとその出るカードも、カードの数も増やしてほしいですね。同じカードが何年、この5年間西と能見ばっかりですね。阪神のこの上の位置は。西、能見、岩貞、馬場、藤浪、まあ本当変わらず秋山もそうですし、まあ阪神がそのあたり、まあ景色変わらないといえばそれだけなんですけど、当然毎年、助っ人選手補強してるんですよね。だからまあ、スケット外国人各球団やっぱり出してほしいですね。この年誰やったんかなっていうのが、活躍しないと選ばれないのはちょっと寂しいんで、逆に言うとガンケルなんてそんなに活躍しないのに選ばれてる節はありますよね。ぜひぜひまんべんなくスケットとかドラフト1位の選手が1軍上がった時には弱くてもいいからカードとして残してほしいなっていうところですね。まあ、佐藤くんが入ってるぐらいかな、マルテだったり。まあ、こうして振り返ると、同じカードばっかりですね。木浪も梅野もそうやし、まあ、球団によってまた違うかもしれないんですけど、もうちょっと新選手増やしてほしいかな、というような気持ちはあります。まあ、全然抗議とかではなくて、前回の動画で、まあまあ、そのノーマルが弱すぎるっていう話を、強くしたので、果たして今回だけなのかっていうのを見てたんですけども、やっぱり、変わらずずっと弱いんやなというところです。このあたりできたらもうちょっと、とにかくまあ無課金の人が楽しめる。究極ね、例えばエーペックスとかフォールガイズとか、と何があるかな。今流行ってるゲームってスキンだけでも課金するんです。その見た目だけでもね。だから、
強いから課金しているわけだけではないと思うので、全然無課金でも強い選手が手に入るようにしたところで、あの課金する人はそれにプラスアルファ、まあ何でしょう、例えばさすがにユニフォームが違うだけではどうかなとは思うんですけど、こう一つこう右、例えば佐藤くんで見てみようかな、佐藤くんだとこれも左の小田原くんが B ですけど、これが A になるだけとかでも、あのノーマルがこれで、で課金したやつが A になるだけとかだったとしても、する人はするんですよ、やっぱり欲しいから。でカードがかっこいいとかいうだけでもね、うん、それだけでも多分課金はするので、あんまりこうなんていうんですか、無課金とか通常で出る選手をここまで絞らなくても、もうちょっとこうあのみんながこう気持ちよく使ってみたい選手が使える環境はもう少しだけねできてくれたらいいなというような願いを込めて、あとはまあただ単純に面白いですね、振り返ってみるのね、阪神ってずっとこうなんやって、おったなこいつみたいなのほとんどないですね、みんな いるっていう、この5年間は特に、まあそのあたりがピックアップされてるのかなとは思うんですけど、ぜひぜひ、いろんな選手が登場するのを願いつつね、がっつりとやっていきたいと思います。ということで今回は、選手名鑑かなを眺めてみました。もしも、まあ、あの見てくださる方がいれば、また各球団順番に見ていこうかなと思うので、ぜひぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの